最近の声優ってなんで見た目ばかり重視されるようになったの？結局声優って儲からないんですよ。声優業だけでまともに食えてる人って多分日本で100人いないと思うんですよね。その今なんか有名声優って言われて名前の上がる人たちってなんか曲を出してたりとか、なんかそのライブをやってたりとか、そのなんか顔を出して写真集を出してたりとかで、その声優としての収入以外での収入が多い人たちだったりするんですよね。なのでその純粋に声優だけの収入でいく人だと、まあ、山ちゃんとか野沢雅子さんとか、あと林原、名前忘れちゃった 卑弥呼の人とか、要はあんまり顔出しもしないようなおばちゃん系の人たちっていうのが、まあ、声優単体で食ってる人たちなんですけど、まあ、多分100人いないと思います。林原めぐみさん正解。で、じゃあなんで見た目ばかり重視されるようになったかっていうと、要するに声優だけじゃ食えていけないんですよ。でも事務所って売り上げ上げていかなきゃいけないじゃないですか。そうすると声優をきっかけに声優以外の仕事で金稼ぐやつっていうのがいると、事務所の売り上げが増えるんですよ。要はそのアニメの本数って限られてるんですよ。もうその今でもワンクール20本ぐらいまでやってるのかな。要はそのワンクールなんで20本の新作があって、じゃあワンクール30本になったらみんな30本見るのかっていうと見なくなるんですよ。要は今ですらそのアニメ、そのワンクールの間に10本全部見る人ってほとんどいなくて、だいたいなんか1話をこうバーッと見て、もうこれ切ったとか言って、結局そのクールの間に見るのってせいぜい3、4本だと思うんですよ。多くて5本みたいな。っていう感じで、その見られないアニメっていうのが多いので、アニメいっぱい作るはできないんですよね。でも声優ってその1仕事あたりいくらっていう仕事で、その超絶優秀な声優さんだから一発100万円とかなくて、その A ランクの人たちでも一発5万円ぐらいしかもらえなかったりするんですよね。なので結局その売り上げの天井というのは決まってますよと。そうするとじゃあ声優以外の仕事で儲けてはいけないよねっていうので、声優という名のもとに売れたタレントを作って売るっていうのが今の芸能事務所の食い方になってるんじゃないかなと思います。